愛は悲しい愛は虚しく愛は孤独で愛は愛は嬉しい愛は優しい。 「けれどくとも」 出ますね。オッケーです。私生まれも育ちもお前から言ったか。やりたいやりたいこれやりたい。さあさあやりたいやりたい。さあさあ立ち合い。ここに数字が一つ来たぞ。物事の始まりが一ならば、日本国の始まりが大和の国。島の始まりが淡路島で、泥棒の始まりが石川の声の。そしてスケベの始まりがこのおじさん。このバカ。バカ。これのバカ。待て待て待て。今日はね、すごいと。 読んでますか。あ,<ー>あら。知ってますか。何ですか。うん、ヤングサンデーの始まりが。世界三大。山田の。お一方。<laughs> <ょ>山田洋二、<laughs> 山田邦子、そして。山田礼二先生ですよ。こちらに終わってます。<laughs> <laughs> <あ>めちゃくちゃ、天候悪いぞー。<laughs>

やめた。フル朝入れってよね。古さだった。俺も古さだ。そこにちょっと待てよこの野郎。お前は和歌山だろうか。何を待つってんだよレジを。今日は鬱陶しいぞこの野郎。誰も止めれるぞこの野郎。若こうじゃねえか。ちょっとね。本気で恋をしたことがあるのかいとだよ。あダメだ。ダメだこれ。ダメだダメだこれダメだダだ今日。ダメだ今日はもう。今日はダメだ。 ささん、ん、あれですか見ましたあ、まあ、見ましたっていうか、はいまあ、見たことある人がまあ大半でしょう。<laughs> なんとなく見てたねとかね、はい、なんかもうテレビでやってたからとか、まあ、映画館にまで足を運んだっていう人はなかなかいないんじゃないかなとは思うんですけれども今ちょうど寅さん50っていうのがね、はい、男がつらいの50「はい、おかえり寅さんとやってまい」ともうやってまして私も見に行きまして、えー、レイさん久世さんも見に行ったということでどうでしたかまずこの最新作ですか。 おかえりトラさん。おかえりトラさん。もうふざけんじゃねえよと思って。もうどうどう。もうね、こんなに泣かされるとは思わなかった。やめてほしいよな。もう笑いが止まらないような。いやあ、やばかったな。終わった終わった。本当に。終わった。あもう何から何までやばかったな。最初から最後までやばかったな。一から十までやばかったね。なんでトラさんやろうと思ったの？なんでトラさんやろうと思ったんだっけ？ それね、あのー、ジョナサンで会議してたんですそそそそそう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 ,そう。ね、その時に僕がその10月ぐらいから寅さんやるっていうのを聞いて、うん、あそういえばあそうだお正月だ寅さん見なきゃと思って「寅さんやりませんか?」って言ったら「ああお前見てないの?」ってとこから始まり。うんうんうん じゃやろううよっっってててことにななただだんん見いもそ俺一作も見てなかったの私もそうで一作も見てないなんてさ今20代なら分かるよまだ終わってねもう物心ついてるから俺らはさもうやってたじゃない僕あの37歳なんですけど人生の総寅さん接種時間がこの間まで3分だったんですだからパッて見て10秒で変えるパッて見て3秒で変えるとか多分積み重ねていったら3分ぐらいになってたんじゃないかなと思って中学高校時代とかもっと尖ってたからいやいや ダール・フェリーニ見て「な、寅さん」とか「何言ってんのよ」とか「クリストファー・ドイルのカメラワークがどうの?」って言ってる中で「寅さんなんて知らないよ」とかって言っててとがって言いまくっててそれが終わってレイさんと出会って王道に対する恥ずかしさもなくなりきちんと何かこの現実と向き合おうとする中で「寅さん」っていう単語がピンって聞こえてきた時に昨年に「あれ?」 今、寅さんっっってててすすごいいいいかかもしれないってなんかゾワーって思ったん思たですよ、うん、だから令和であるからこそレイジさんに寅さんを語ってほしいなってすごく思ったんですよ。あだから今日はすごい楽しみ遅かったけどね。 口口調調にねとかでまたこれしばらくさ久しぶりに寅さんばっか見てたじゃないダメなんだよ何がダメなんだネイティブに戻っちゃうんだよ戻る喋り方がよもう何週間前に実家は「スター・ウォーズ」って言ってたいや実家は「スター・ウォーズ」なんだけどもう一つ前の実家ねもう一つ前に実家は展開してたからよやばかった何がだからその「おかえり寅さん」何がやばかった何がやばかったさ だからその俺あれ光雄だから俺光雄だったから。 俺三男だったから分かるかこれあいや、僕がそういうことえ、いやで寅さんいたしうちにああいう人いたからああいう人がいたんだああいう人いてあんな感じだったのよだからうち母方の実家があああれなんだよ実際におじさんみたいな人がいてその人が結構風天だったみたいで呉服屋だったもんだからまあ、その仕事場と金井製紙工業だよな仕事場と暮らしてるスペースは一緒でで人が常に入ってきて出ていくっていう環境の中で いたもんだからあれ見ちゃうとんつうの俺の一番やばいとこに持ってかれるあそこでほら調子乗せられちゃってこうなっちゃって「お前はすごいな」なんて言われて「そうですか?」なんつってこんなになっちゃったよどうしようバカだねバカだねもうな治んねえなこれがな一生治んねえなこれがもうな諦めていくしかねえだろしょうがねえな今日もな付き合ってなみんなな頼むなそれあの子さ。 そういやうな,でなお前の言ってる通りなんだ本当に。あ,あ,あの、<laughs> 今時代がね、うん、一周して<あ>、うん、もうなんかもうこれ以上成長とかもう無理だろうと、うん、若いやつらがもうそれとっくの昔に分かってんだよ、うん、上の世代だけまだなんかそのその、何金儲けしようとかって思ってるバカなこと言ってるんだよ、うん、ドイツもこいつも。うん、もうその若い連中はすっかりそういうところから冷めてて、うん、でもう一生俺たちちょっともう本当にもうそのなんだっけあの。 なんだっけあのさな、発泡酒飲んでストロングゼロ飲んで、はい、みんなと仲間と散るってればそれでいいっすよ、ね、みたいになってからもう長いじゃんうえそういうさそのさそのそのものの豊かさとか金とかじゃねえよってずっと言ってたから、うん、この人おお<ー>、えー、まあねずーっと言ってましたね<ー>いよいよ来たんだよ いいよトラの時代がようって話だよトラが帰ってきたと帰ってきただから本当にさそのバブルの頃とかに一番バカにされてるのはこの人だけどあの頃から本当に時代の方がようやくトラさんに追いついてきたと今こそこのおっさんの話しないとダメだべって素直に言えるもん俺トラさんにありがとうっていや本当にそうな昔なんて顔も見たくなかったもんトラさん説教ばっかしやがってって思ってそうそうそう。い日本の古くいだったし俺の中ではねそうそうそうほん嫌われて面倒くさいし面倒くさい面倒くさい 相当、男尊上品みたいなとこあるからねチらッら出てきますからねところがですね、今日言いますけどそんなトラさんのカウンターとしていろんなキャラクターが出てきてトラさんの問題点に関してアンチテーゼぶち込んでいくとだから、そのさっき言った男尊上品的な何かみたいなものに対してリリーという強烈なカウンターが入りますよねだから、そういう話も後半ちょっとしようかなと思っておりますなるほど奥野さん、すっかりやられたようで

例まあまあレインさんはねちょっと年もあれですしょうがねえだろやっが一番寅さん見てる方なのよこの3人の中で一番ラさんだけどそのやっぱ若い時にねなんとなく見てた寅さんってただ面白い釣りバカとかねホームコメディみたいなさちょっと昔のそういう家族ものっていうかなんかそんな感じの認識だったんだけどなんかこの今ね見返してみるとこう なんともこう、その言語化するのに難しい、その、あの、なんちゅうのかな。親近感じゃないけども、どうしたんですか。大丈夫ですよ。大丈夫ですか。中華、その、あるよね。あの他人事じゃないしさ、でも、こうはなりたくないなとかさ。で、やっぱ虎にどうこうっていうよりは、俺、やっぱ桜かな。妹もえ。 は,ー、まあ、はーあの一作目のさくらあの一作目のさくらのね <laughs> あやさん見ましたからあ,あらゆるお兄ちゃん劇場がぶっちぎるやつ<う>いやーなんかいろんなそらね女優さんねいますけどもあのこの寅さんの一作目のさくらを超えるなんちゅうかな妹は見たことねえなかわいい <laughs> い,い,いや本当妹も元祖なんだなと思った。最近のこの流行りがあるじゃないですか妹 <laughs> の流れっていうのが。えーうん、それのルーツって桜だったんだなっていう感じでしたよ僕は。本当に可愛いんだ妹がただ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 可愛くて。 どうしようもないのが帰ってくるのにお兄ちゃんって毎回言ってくれるんですもん。いやあのねそうお兄ちゃんっていう言葉がさなんかこうざくないんだよね。うん。なんていうのかな本気なんだよね。あのう嘘のお兄ちゃんっていうかあの男を喜ぶさばすためのお兄ちゃんじゃなくて桜のお兄ちゃんってのは本当にお兄ちゃんなのよ。 えちょっと何になってないですよ。何ですか。何だからわかんない。やつが。それはねちょっとだけ言いましょう。お願いしますよ。あのトさんのね大きな魅力いっぱいあるんだけどその一つがあのめちゃくちゃ嬉しそうなの。あのトさんがまあトさんも嬉しい。嬉しいの満遍の意味だよ。そうか たたただいいいまみみな。な。で、それ迎える側もまあ、そのパターンいっぱいあるけどまた面倒くさい人帰ってきたよっていうのもあるしあれなんだけどもうマドンナと再会したりねそれとね「トラゃャ」みたいな「おい!」みたいなさその、今さこうやってこう、何時に待ち合わせどこでみたいなちょっ10分遅れるみたいなそういうのでその人に会うっていうことのありがたみってさもうだから消えた風景ってのは多分それで「おお!」みたいな。 おおどこ行ってたんだだ久しぶりだなおいちょっとちょっと <laughs> 何もないところだよもうポンコツがねこうやっても団子やってるも,うなんでも,もうがタきちゃったってねこう、うん、いい俺の家だと思ってさみたいな <laughs>、うん、このなんていうのかな今思うともう過剰すぎる接待が、うん、あの世界だと、うんうん、当たり前のことで、ねううん、なんかその人が人と会うっていうことの喜びが、うん、なんかあんなにね いやすごくみずみずしいしうれしくなっちゃうんだよこっちもね寅さんが帰ってきたよっていうなんかなんでしょうねこれねうんこれは本当に見てほしいうんそうですねそうですねこれ大きなね大きなあれですよすごいわかるそうねはいまあやめようか今日。 いや、でもね見たことない人多いっていうのでまあ、そトラさんのさんの魅力といって渥美さんの魅力を語りがちなんだけどキャラクターの魅力を語りがだしてさくらの魅力みたいなことに行きがちだけどちょっと今回ちょっと前半構造的な部分と気取ってっけどよ文化人類学的なところからよ言わしてくれよえ、て俺が言ってんだよ なんかお前小難しいこと言うけど分かんねえよって言われちゃいますよそりゃな、監督がよ。うん 東大法学部のインテリなんだよそうかそう、だからなそうなんだよ、それがなそう、そういうのがどうしても出てきちゃうんだよじゃそんなわけで話しちゃおうかなはい、まずはですね風天の虎二郎最初からね、このね風天ってなんじゃいってところから始めますあ、いいですね、そここれまずバンって出してくださいこれですね、はいこれね、こういう字がありましてこれ精神疾患らしいですね最初は、あの、こう、なんていうの かれたやろって話。でそれと風来坊とかっていう話とか、えーまあ、あと、えーま、その風任せで生きてるっていう日本型自由人っていうのとこの時代ちょい前にヒッピーが現れますんで、うん、あのー。 まあ言っっててみればそのあれです、ね、ビーートジェネレーションってやつですねだからまあアメリカあたりでうん、うん、あ,あらまあヨーロッパもそうだね全世界的に同時発生的に現れた戦争の後に生まれた連中が自由を謳歌しようとして、まあ、ドロップアウトしてアウトサイダーになっていくっていう流れの中にあってでそれ日本の伝統的に風来坊って連中と ああ、そのヒッピーが合流するわけですよ。で、トラ、うん、さんは実はヒッピーの世代の一個前ですから。が二、うん、個ぐらい前ですね。うんうん、昭和三年生まれ。なんと。そうですね。そう、うん、なんで、戦争を体験してるんで、この人は結構リアルなところ修羅場くぐってきてます。で、監督もそうなので。あのー、言ってみれば、その。 団塊世代が描いていたビートジェネレーションのあのヒッピー感ではないですそう、うん、ファッションヒッピーじゃないのファッションヒッピーではないですなのでここはもうアウトサイダーアウトということなんですよこれってお<ー>あアウトサイダーの話、ねうん、そうでそのヒッピーの中にざっくりとみんなが大好きなニュータイプも入りますし j、はい、ェダイも入りますボブ・ディランもそうです でその後にまに、あ、プータローだとかフリーターとかいうことによってだん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 本来の意味からあの、まあ、離れていってしまうわけでその覚悟を決めてその「かたの連中」ではない生き方をしている人たち。それは せざるるなかった人た人ちでもあるんだけど、それがヒッピーあの当時の風天って呼ばれる連中でそれがまあ自分で言うことによって「まあ、俺は風天だからよ」っていう言い方でなんとか自分のアイデンティティをそこに持ってたという人たちがいるというのが、まあ、トラさんですね。ーそれが風天、まあの寅さんなんですが男辛いよって。これ最初あれですあのテレビシリーズでしたけど、はい、ね ご存知、ハブに噛まれて死ぬ」っていう最終回で想らしいがハブにかまれて死ぬ。かさフジテレビのシリーズのドラマが1個開いちゃってで、そこにねじ込んだのがこのシリーズっていうところのきっかけらしいんだけどそれでなんかもうなんだっけ「葛飾柴又」なんて決まったらもう語呂が良かったかららしいね葛飾柴又っていうのは。でこの響きいいななんつって行ってみたら「だんご屋でいいんじゃねえか?」みたいなそういう感じのノリでだん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 。 決まってったらしいんです。ただし今作ってんのが山田洋次なんで、まあなんかその裏打ちされるものがあ,ありますからね。で、そのね、最初のね企画はね、薬剤映画のパロディーだったらしいね。そのコメディー版。へ<ー>だからそのトラさんって。 アウトサイダーで「かたじゃない」っつってんだけどこの人ヤクザじゃないでしょそこなのよそのラインねでねこの反対側に高倉健がいるわけであと人気ナンキシリーズがいるわけで本物のそう本物深作さんがいるわけで本物のヤクザ者っていうのは組織と暴力とセックスとドラッグなんだよなるほどなんだけど全部ないのよなるほどなるほどピースフルなピースフルなヤクザのなんで 最高なんですこの人は。<laughs> <laughs> それでまあその女に対して順調すぎるが故にモテるんだけどうまくいかないっていう永遠の童貞キャラのまんまええ行きますから。うんうん、でこの作品にはセックスがないんです。出てこないんです。ううね、出てこないんです。それでね山田洋次のその気質っていうものが。 そういう気質にあるわけで、まあ行けてて、手繋ぐですもんね。そう。なので見やすいんです皆さん。そうなんですよ。非常に安心して見られるというお茶の間でちゃんともみんな家族で見れるあの正しいおおっさんの話をやってて、で同時にこの時にやってたのがもうロマンロマンポルノだとかもう激しいのがいっぱいあったけど若松さんもいたんだこの時代に。なるほど。なんだけど。 それとは全く違う。で、松竹ヌーベルバーグがいたんだ。広島谷さんがいた、はい。で、えー、イカれる若者たちは、セックスとドラッグとログクロールって言ってたんだけど、この人これやってましたから。なるほど。うん、このこの辺でダサいって言われるんだけど、今見ると逆にロックはこっちじゃねえのっていうことに。 な,るほどね、なってくるっていうねなかなかこれがちょっと面白いですね若松さんなんかは若松浩二さんなんかは「ロマン・ポルノン」とか撮ってた人はね、うん、あの山田洋次がそういうものを映画として認めてねえんじゃねえかって批判もしてます、ね、ほ,うほ,うほう。だから一部のそのリアリズム派には山田洋次っていうのはクソインテリ映画監督として煙たがられてた側面もあるんですよ、うん、ただし本当にいろんなことが終わった後で映画単体で見ると素晴らしい <laughs> なるほどね、非常にロックだしその辺のアウトサイダーアートとしての出来は非常に素晴らしいですよねでまあじゃあこれね寅さん映画ってね何がテーマなんですかって、って一言言って愛でしょこれ愛ですね。愛と分かりについての話ですよね、うん、<ー>そう、奥野 <laughs> さん帰<え>ってきてくれよ人間参加でしょど。どこ行っちまったんだよ <laughs> 俺のとは違うな <laughs> はい、まあいいでしょうそれ話もで、うん、<laughs> まあすごくざっくり言いましたであとはえっ、ー、とですね、うんとまあ、ヒッピーさんって人たちはねまあ時代のもんだったんだよね、うん、でその大人に対する反抗として、まあ、それから体制に対する反抗として俺はもう就職しねえとそれから、まあ、戦争は許さねえとか言って、まあ、政治的なこととかいろんなことで大人前の世代に対してアンチとして反抗してもう家にもいねえみたいな、うん、つってヒッピーなんだけど。 どっかで落ち着くわけですよ、みんな。で、ほとんどが就職してったわけですよはい、はい、着地できなかったんです、この人。そうですね。で、当時着地できなかった人たちいましたね。どうですかだからそうう、そういう人たちが。あ、ウルトラマンとか作った人たちですね。<ー><で>はいはい。そうなんですよ。で、漫画家もそういう気,う気持ちを。まあ、抱えてます。まあ、アニメーターもそうですね。みんな、その、どこかで就職できない気持ちみたいなもの。それから、まあ、大人に。 完全にこう従う気にはなれねえよなって思ってる人たちがいて、うん、まあそういう人たちの気持ちも代弁しているという、まあそういうことですね。とだからね、あのこれ70年代なんですね。69年から始まって70年代始まるんだけど、アニメなんかでも例えばデビルマンとか、はい、ええー、たった一人戦うわけですよ。この頃のヒーロー物はたった一人で戦います。巨大組織と、うん、トラさんもそうですね。 巨大組織と。堅気というね,ね。堅気という。えー、巨大。<ー>巨大。まあ、まあ、そう、そう、だから、たった一人,人だから、組織の中に属さないし。そう,そ,うそ,うそう、そう、そう。たった一人で、愛を求めて生きるわけですよ。うんうん、そして、自分は愛されないけど。てか、愛、愛されるんだけど、それを拒みつつ、うん、誰かを救済していくというな。 いやもうどうすんだもんねあのロン・サムヒーローですよねこの人はねなので今見てもなんかこっちはやばいよなって戦い方が戦わないっていうことで戦ってるからすごいかっこいいそうなんだよニコニコしてて負けてもいいしただ生きてることだけで戦いが成立しちゃってたんですよ寅さんはあの人は一人だからね ビートとかなんとかって一応その派閥に分かれるじゃないですか。うん、派閥じゃないですよ。風天は風天で言葉あるけど、うん、風天同士集まって何かやらない。うん、ただ一人風天トラがいるだけ。うん、その価値が今分かったって感じだったんですよね。そうもうすごいわ。だからまあヤクザものっていう言い方、うん、俺らみたいなヤクザ目の目をみたいな感じでリリーとこう共感するみたいなところでまあ肩になれないっていうところのまああの緩い。 仲間意識みたいなのはあるんだけど、都政人。なんとか一家ではないわけ。そうそうそう。この都政人っていうのがもう、ちょっと面白い。よねこれが都政人の。つれところよって言ってね、で、何してるかっていうと。トランク、あの汚い箱、ね、トランク、ね、一つ。ね、あの抱えて、行商してるわけですよね。でも、バイオ、バイオやってるんですよ。何する。あの、まあ、出来上ですよ。売り工場でね、その出来ですよね。でも、ちゃんと、その、え、なんていうの。 店を構えてるというよりは並べてるだけですよちょうどほんとたまにあのあのね何スーツあれスーツケースねスーツケースねスケースみたいな中によくそんなに本がいっぱい入ったなみたいなさどっかで仕入れてんだよねどっかで仕入れてそれを売るというドラえもの道具かっていうぐらいさそれでまあその何こんな価値あるもの本当はこんな何万円みたいなの持ってけ今日は損するどうのって言いながら まあ、口だけで本当はタダで差し上げたいがおいらにはちょっと病気の女房がとか言ってめちゃくちゃ嘘を言うんだよね。<laughs> <laughs> めちゃくちゃゃく嘘言うで,で仲間を桜にしてうん、うん、まん、あ、まと騙したぜっつってうん、うん、まあでもたわいないよね。うんうん、でそんな暮らしをし続けていて金がなくなったらその辺で寝るとっていう暮らしをずっとしているというまあ非常に貧しい人,、うん、人,人なんだよね。そうそうそう で、えー、この長く続く四十何作のシリーズ四十七作八作か、ねまあ、シリーズはもう基本的に寅さんテンプレというのがありましてですねはいはい基本的にもうざっくり言いますとね寅、はいはい、さん旅から帰ってきますでみんな最初は大歓迎、はい、<laughs> そのうちつまんないことで揉めます出てくわっつって出てきますすぐ出てっちゃうそしたらあ手紙が来ます今ここここにいますトラの野郎こんなところで とか言って、まあ、帰ってくるパターンもあるし向こうで出会ったっていうのシーンおお新しい女と出会うとそこに恋に落ちると。で、えー、ってって結局それでどうなるかっていうと虎屋に帰ってきてで、えー、なんですか女と一緒に帰ってこない場合は 思い出話をするっていいう話話思出でこんな恋をしたんだよって話をみんなにするとそこに女やってきちゃうみたいなパターンかまあいろんなパターンがあるんだけどとにかくトラで旅先で出会った女と合流するとで浮かれるとそして失恋するとそして旅に出るっていうこれだけの話をえンと繰り返すっていうのがトラなんですね。で、これかりやすく 1> 第1話に、はい、1> トラさんテンプレのもうててが出てますすよねそうですねそで <laughs> 第1話の完成度たるやだからそれはさやっぱさテレビシリーズ全部終わらしてちなみにテレビシリーズの最終回に奄美大島で寅さんはハブにかか,かまれて死んじゃうわけですよ。<laughs> はいはい、ト寅さんを殺すんだってみんな怒ったんであこれはまずいなっつって映画にしようんで映画にしようっつって寅、うん、さん生き返って第1シリーズになると、うん、だからまあ昔の話はなかったことになるんだけど「うん、ハイビスカス編」で。 トラの野郎、ハブにかまれて信じまったんじゃねえかってお,おばちゃん言うよねうギャグがねギャグ入るよねああいうにくいやつちょっと入れていきますよね、うん、でちなみにですねものすごくわかりやすくトラさんの第一話の、えー、ちょっと構造をまあわかりやすく書きましたイントロイントロ最初はあのー 桜が咲いておりますから始まります桜 <laughs> が咲いておりますっつって江戸川を歩いているトラさんはだいたい江戸川の人たちにいたずらをしながら歩いているというところから前工場からあの曲から入ってるっていうまあギャグなんだけどまあシリーズ進んでいくと夢起こしっていうやり方になりますねそうなのよいろんなバカな夢を見て目が覚めるというパターンになりますね,あれね9か10かなんですよ、うん、悪ノリしてきますそうジョも出てきますなんかもうその上手だとかピーターパンだとか ネズミくんのそういうんか三文芝居を冒頭5分ぐらいでやるんだよねややそれが一体何の意味なのか全く分からんのですけどもあれがいいよねあそこが唯一自由になるとこじゃないテンプレ外の部分だからそうそうみんなも結局トラがさ来てさ貧しいさくたちを助けてでんか去っていく時にもしかしてあなた様はお兄ちゃんみたいになって。 なんか、そう、ただ、ただ、それだけなんだけどね。うん。で、それをみんなで、まあ、笑いながら見てたんでしょう。で、トラさん、目を覚ますと、旅先だよ、大体。それで、一人ぼっちやんね。で、まあ、トラさんが帰ってきますみたいなさ、で、まあ、その、そんな感じで。一話目に関しては、もう、冒頭、ええ、柴又祭ですよ。そんで、あの、火消しの棒持って、やってるところに。よ、よこしなんて、いきなり現れて。奪うからね。うん。それで、帝釈店まで行って、それであの。 なんだその午前三間に向かってあの盛り上がってるなっつって午前さん出てきて俺ですよトラですよっつって二十年ぶりの再会ってところから始まるそうそうそなんですよ皆さん今聞きました一作目なんとトラが二十年ぶりに島浜に帰ってくるんだよね俺それ全然知らなくて親父と喧嘩してねその間何してたか全然出てこない全部ねだから年長かっなんかね十六で家を飛び出して親父と喧嘩してで飛び出したっきり戻らなかった二十年つまり三十六歳から始まる。 ね、いや、41歳だよ。41歳ですん41歳歳の設定ですね <laughs> あ <laughs> そうなんだそうですね、うん、だからもうちょっと後とに出,出てるんだけどだから、ね、<ー>でそれは蛾次郎さん曰くあのー、なんいうの長い私立だから。 いろんな部分で、その、辻褄がワネを出てくっていうのは、もう出演者も分かってたしそういうことはあるっいうなんか、ヒロシの故郷は北海道だったはずなのに途中から変わってるとかあ、そうなんだなんか、そういうだキャストは変わっちゃうしねまあまあ、しょうがないねもうね、オイちゃん変わっちゃうからねオイちゃん3代、3代言うからねオイちゃんの最初のオちゃん良かった俺は最初のオイちゃんすごったアズミ清のなんか、相方みたいな人だったいや、あの人はまったよねだから、すごい掛け合いが長々発でね、良かったよねで。 だから二十年ぶりに出会ってるもんだから虎屋に行っても桜が自分のことわかんないで気持ち悪がるっていうそこから始まる誰だ誰見てそしてあの一発目のお兄ちゃんっていうそこからすべてが始まりますよだってあのさ、でかい顔面の人がさあの可愛らしい年下、だいぶ年下の妹をさずー怖い怖い怖いぞこれ怖いじゃん怖い怖いそりゃ怖いよって話だよね虎さんって厚見清 のさ、うん、なんかフッとした顔あるじゃないですか、うんうん、笑ってない時とかうん、うん、演技してない時の顔がたまにこのポンペで映すと時にむちゃくちゃ怖いんですよね。怖怖いい。どこ見てるか分かんないようなさ。 一瞬だだけするんでもそれが演技だったらすごいけどバカだねやりたいだけか普段は目つきがもともと鋭かったらしいよね結構ねんかコのコミュシじゃないけどねその人を遠ざけたしらない人だったらしいよねまあまあそうです帰ってきましたで基本的に人騒動やってみんな関係されるんだけど余計なことやって で、でててててくされて出ていくっていっうのののが、まあ大体のテンンプレのパターンです。だから最初の人騒動で,で今回の最初の人騒動はさくらがお見合いいいお見合いがあるぞって話でそれでおいちゃんが飲みすぎていけなかったからあトラがついてくって話になって見合いをぶち壊すっていうものすごいクラシックなあの、お見合いをぶち壊すシーンっていうのが。 相手がすげえ金持ちの、ね、まあ社長の息子かなんかでね、うん、あの取引先のねそれでまあ気に入られなんつってで、まあ、あんたのせいでこんなことになったんだっつってでさくらに「お兄ちゃんのせいで」って言われて、うん、でプイッてふてくされて出ていっちゃうっていう話で、うん、まあこの繰り返しをえんえんやりますねさくらにとどめ刺されて出ていくパターン結構あるんでで今、まあ、余計なこと言うトラあのタコ社長っていうパターンも多いから、ねうん、あまあおい,おいちゃんがねお,んおいちゃん出てけ,出てけっていうパターンもある今なんつった それをいちゃおうしまいよって言って出ていくっていうパターンですね、うん、で,で出ていきますでここであれ始まったばっかりなのに何もいいことしないで出てっちゃうんだってなるわけだよねそしたらいい気なもんだよねなんか奈良のさ奈良公園のさし鹿がいるとこでさあのなんうのアメリカ人かなんかの,あの,なんていうの男と一緒に観光一緒にして,てんのトラさの。<laughs> 御前様と御前様の,息子のあ娘の冬子さんと出会うっていうシーンがあってこれがまた一つのテンプレで、うん、旅先での女との出会いと、うん、で今回に関しては「御前様の」っていうことで柴又とつながってる人っていうのと出会うということで、うん、で,で、えー、それでも寅さん帰ってこないとって、うん、言ってで一方でその後帰ってきた寅さんが何をするかっていうと裏の工場に。 えー、トラヤっていう、えー、なんつうか団子屋がありますね芝浜のね、うん、でその裏庭の向こう側に印刷工場があるそうですねで中小零細企業で、うん、もうなんつうのまあひいひひいひい言いながらタコ社長が回しているというような、うんえー、会社、うん、あ大丈夫、うん、あ光ってるあみあごめんごめん見えなかった、うん、あ申し訳ない <laughs> そうそうごめんごめんごめん、うん、そうでその、えー、印刷会社 トラヤの後ろにいる印刷会社の若い行員であるヒロシっていうのがまあ恋をしているとでこれがまた一つの虎さんのパターンででヒロシが好きになってんのは誰かっつったらさくらだって話です<う>でここでまたうまいのが「お兄さん協力してください助けてください」ってヒロシが言うんでね、うん、これ寅さんは頼まれると断となる弱いから <laughs> そのだからよし人人肌脱ごうってことになるんだけどさくらを持ってかれるのは気に入らないからあのこれ協力してどうしてないのってよく分かんないやつをやるでも結果的にそのせいで二人は結,ぶられ、まあ、結ばれるというさ、うん、まあお互いにその気持ちをなんていうのかな中途半端なまま終わらせるんじゃなくだお互いの感情を引き出したとも言えるんだよね戸川さんね。こここここでね。このね、のの話が、うんうん、一番俺、うん まあなんて言うんだろう、びっくりしたところだったんですよ。その…あ、もう結婚させちゃうんだって。いや、ヒロシが、その、兄さんっつって。もし、兄さんがの好きな人がに、その、兄貴がいて、結婚反対されたらどう思うんですかってね。言うじゃないですか。そしたら、トラがなんか、はぁって。俺に俺の好きな人にいや、いねえよ。みたいなって。で、結局、なんかその… もし仮にですよ仮に僕僕と同じ立場だったらどうするんでいや、俺はお前じゃねえだろも頭の硬い奴だなとかって全く話が通じないですよね例え話が通じない例え話が一切通じなくて頭の悪い奴だなって言い出す始末ですよ全く話通じないんだけどそのまんま話は流れていくっていうか虎さん、虎さんマナーだよねここはねなんかその、もうちょっと常識あると思ったんですよ俺、虎って信じられないぐらいバカで そこが多分この寅さんに乗れるか乗れないかでちょっとイラッとするる人も多分いいんじゃなこれも後で言うけどインテリっていうのはに救われんだよ理屈で生きてる人間は寅さんみたいな人間でしか救えないんだよ理屈で行くからそうそう俺が今食ったらお前が用意するのかいって何それと思ってその本当にヒロシの返し方っていうのは完璧であなたがこの僕の立場だったらどうしますかっていうふうに。 完璧な返しに対して大ボケをかわして全く通じないという、うんうん、でも何かが通じてるそれは何かっつったら思いだけは通じてるそう、ね、理屈よりも思いが通じる、ねうん、分かったじゃあ飲みに行こうっつって女を口説く方法を教えてやるぞっつって女を目で落とすんだつって <laughs> 謎,の謎の流し目を教えるっつって <laughs> あの滑り方, <laughs> 滑り方いやあれは劇場でウケたろうなウたろうなそう。 で、まあさくらの気持ちを聞いてやるからよとか言って会社に行くんだけどね「<laughs> おめえあれどう思ってんだよ?ん」やっ,ぱりそうか <laughs> って書いちゃうそうかっそう <laughs> そうのそう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 いうそ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 ないうそうそうそそう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 そそうそうそうそ あんな親父許すことはねえぞっつって、うん、そしたらお父さんがものすごいいい感じで謝るんだよねでそれでこんないいお兄さんが <laughs> いてくれてよかったですとかねトさんちょっと持ち上げられちゃったからもう完璧だよね、うん、よかったなっつて号泣すると、うん、もうだからあ,れあのシーンだけでなんだこれっていうさ、うん、お若い人にめちゃめちゃ見てもらいたいよね、うん、もう理屈ばっかりで考えてる連中の全ての何かをぶっこしっていくっていうシーンで最終的に泣かされるというさ。<laughs> で

子供が生ままれてますと一方旅先の虎はこんな相変わらずですよみたいな感じのこういうテンプレっていうのが1話の中に全部でこれがずっと延々続くんです。 の結婚まで行くんだって思ってたらなんと三男が生まれるまでやるんだとそこまで行ったんだと思ってびっくりしたこのこれもうちょっとさ引っ張ってもよかったよね5作目ぐらいでやっと出産とかかなと思って1作目でギューとそのんかエッセンスみたいなのがあってあのヒロシのねお父さん第8話でもう一回出てくるんですよもうこれもいい話あったんですよね志村さんね志村亜郷さん志村かしさん めちゃくちゃいい二人いい役者さんね。いい役者さんですよ、ね。<や>そ,うそうそうそう。いや、うん、だからここ,この一話に出てた人たちがどん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 そのいろんなところでまた顔を出したりもそうだし、うん、話のその,その展開の種とまあオリジナルというかさ、あのあれとしてはもう完璧な位置なんか山田洋次さんは、えー、力みすぎて、うん、真面目にやりすぎたって思ったらしいね。一話一話を撮った時、えー、それでこの出来上がったラッシュを見て。 これ笑え,ねえんじゃないかと思って。うん、庶民のために笑える映画作ろうと思ったんだけど真面目にやりすぎちゃってもう次ないんじゃないかっつって奥さんに「俺もう次監督取れ、無理かもしれない」って言ってたらしいの<ー>だけどだ、ね、そう <laughs> 公開してすぐに連絡が来て「うん、大変です監督」っつって「<laughs> すごいことになってますよ」っつって「行ってください」っつって新宿の映画館行ったらもう客がいっぱい入っててドッカンドッカン受けてんだってそれでもうこれでいけると思った だからまあ一作目全部入ってるっていうのはまあこれで終わらせてもいいと思うぐらい全力で全部入れたんでっていうんでこの三ブロックの話が全部三本の映画が一本になってるみたいな感じになってるのはそのせいですねそうそうそう引きはやばくないですかどの作品もどの作品もっていうかそのエンド、うん、終わりって出てくる前俺、うん、終わりって出てくる十秒ぐらい前まであと十分ぐらい続くんだろうなって思って見てるんだけど、うんうん、あれ 今のって、振られたってことになるのっていうぐらい。あ、これが江戸の域か、ここでピリオド打てんだ、ああ、続くわあっていう。たっぷり見れないんですよ。あ、もう行っちゃった。そう、ああ、都政以だという。その通り。一時間、これが域なんだよね。一時間四十分もあるのに、あれ、でも、まだあるよねって、なんか。全部思うんだよね。すごい。異様なテンポの良さ。そう。もう、ポン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 っていってね。 なん,かなんなんでしょうねずっと見てたい感じというか今かで、お前の大好きな旅情があるから寅さん映画のもう一つの見どころっていうのはロードムービーであるってことで,で当時の,その一番元気だった頃の日本の各地を寅さんが行くと、うん、そ,それによってその,、まあ、そ,のその当時の日本の北海道が見えると沖縄が見えるいろんな場所が、えー、体験できるというね寅さんの目を通じてあの頃の そのの場所っていいううものに行けるという、ね、観,光客観光体験っていうのができるんでまあこれがね、まあ、あの年柄年次同じところで仕事してる人には救いなわけようん、うん、っていうそういう役目があったなっていうのはあるねそれであと日本っていいねって思わせるようなこのあ,とあたりで何度も言ってるけどディスカバリー・ジャパンっていう日本再発見っていうそういうブームがあったんだよ。 山口のたいだから、らね、すごく軽井沢シンドローム会の時に言ってたけど軽井沢シンドロームのあの頃、あれはものすごく寅さんっぽいっていうかねあの人高見先生寅さんっぽいの好きなんだと思うんだよね。であと,だあとですね、はい、えーえー、まあテンプレの一つは、えー、手紙と電話ですよね, <laughs> ね <laughs> コミュニケーションが <laughs> そう。で、まあ、遠くから手紙が来るっていう あと、えー「タコと喧嘩する」っていうのもあれだよねあの、まあ、パターンと「すぐに傷つく」っていうのとあと、えー「労働者とか庶民を賛美する」っていうこれがもう完全にもプロレタリアって感じのそ,うそれがもうなんつうかな作品全体だよねに覆ってると、うん、で中盤からなんですけど訳あり女訳あり男を助けるという自分よりも他人のことっていうことの展開になってこれも一つのテンプレになってきますね。ああととちちょっっ時間がないいんで言っちゃいますけどあの 演出面の、やっぱ音の使い方が本当に上手くない音うん。そう。だからね、会話の間に途切れたときに、カタンカタン、カタンカタンと入ってくてるあ,<ー>あれはもう、当時もみんないろんな人やってたけど、抜群にうまいよね。<ー>あの、汽笛の音とかピーって入ってんー、うん、ピー、ヒョろろろろろロロっていうのが入るとか。<laughs> なんかね、鳥、虫、牛の声、雨の音、みたいな汽笛とか。 沖縄行くとジェット機器だしね。だそういう風に、その夫で、なんつうのかな、その。まあ、その。風流ってたんだよね。ね、要するに。ね、そこが、まあ絶妙だよね。こんなセンス、なかなかないなと思っちゃ。あれなんですよ、ね。今はね、その。うん、なんか、その構造的に、俺、日本建築だなと思ってて、トラス。ほう,ほう、ほ <その S 1> <laughs> 要はその外部と内部の境が曖昧なんですよ。縁側って外にあるの、中にあるのみたいな意味で、そのあのトラの構造もそうだし、その裏庭で繋がってて工場と、なんかやたらどこまでが荷物か分かんない感じでその風がね吹き込んても虫も何も音も全部で下でなんかトラの悪口言ってて、上で上でもう鳴聞こえ、なんかもうそんなんだろうなこれと思って、そのその。 隣の部屋に誰がいるから静かにしようとかっていうような概念自体ないっていうか、うん、誰が江戸庶民だったんだろうね、えー、長屋のね長屋文化だったんだね、うん、どこまでが自分ののれん一枚でこっからだよっていう決まってるだけででも基本的に誰でも行けちゃうっていうそのなんつうのかなボーダレスな感じこれがもう人種とか階級とか全部超えてボーダレスになってるっていうところが見えない境界線があるんですよそ,<う>それは何かってったら 肩ギってやつなんで。肩ギ<着>、そう。その見えない精神性の境界線のところにこう行ったり来たりするっていうのがトラさんの世界ですよね。あ、で本質的な話する前にもう一個、あと毎回毎回なんでこんなにパターン化したことをやり続けるかっていうのは、い。やっぱりそのね山田洋次さんがプロレタリアだと思だからだと思うんですよ。どういうことですか。そのね、割とねその農家とかの人とか、うん、工場の人とかを。 あの労働者っていうのを非常にその尊いって言うじゃない、うんうん、それはそうだよあの人たちが頑張ってくれてるから俺たちもおまま食えるんだよっていうそこから軸がぶれてない人なんでそれを伝えなきゃいけないと思ってるわけだよであの人自身が松竹の同じ撮影所で40年以上ずっとそこで同じようにこれ農業ですよこれ。あ<ー>はあ、畑で 毎年同じ作物とってんだけどちょっとずね。それが寅さんという作物それがさんいああなるほどねじゃあ最初の頃の多かったからとかそうでも同じ寅さんだよって次も同じみんなこれが好きだろっていうのを作ってたんだろうなっていうのを考えると今ならよく分かるわけワンパターンとかじゃないんだよっつってみんなが待ってるものを作ってんだよっていうことなんだよねそうでで、ですすまあ大事なのはね この山田陽さっきから言ってましたけど監督山田洋次さんとこの渥美教子というこの2人の天才によって作られてるのが「風天の寅さん男はらいよ」なんですけど、はい、えもうしょ初回の時に、えー、第1回目の映画の時に38歳山田洋次で渥美、えー、さんが41歳、うん、でこの年齢差3つ離れてますけどこの渥美教子昭和3年生まれ。 で、これ、本当にあの手塚先生とほとんど同じくらいです。ってことはこの人戦争中に、少年だったんですようん、うん、だから出てくるじゃない戦後食べ物がなかった頃にお兄ちゃんがかか柿を盗んできてくれたおかげでとかっていうセリフ出てくるけどこの人戦争体験してるてで山田さん、まあ、この世代ですけど、あのー、野坂さんと同じくらいの年なんですよ。 墓,墓の、うん、あの兄弟と同じところにいた、つまりその、あのお兄ちゃんだと思ってみてください。この二人。あのお兄ちゃんが作ってる。だから、飯を作って、食ってる。みんなで食ってるなっていうのが、ありがたいん。いや、そう、本当にね、うん、みんなでワイワイね、そこ<う>のにっころがしとかさ、なんか。<う>な,なす、焼きなすだとか。そう、お食べ。やるじゃんあれは。 食い物なかったっていうの、本当に体験してるからで、うん、っていうね。で、この山田洋次さん、実は大阪の人です。え、大阪生まれ。えー、あ、そうなんだ。なでも、大阪生まれで満州に行きます。はい。でも、二歳から、で、少年時代、満州で過ごした後、大連に行って、で、まあと、東京に戻ってこようとするんだけど、空襲が始まっちゃうんで、もう一回。あ<ー>まあ、行ったり来たりして。 最終的には、えー、高校は山口県、うんえー、そんなふうにこの人実は旅人だったわけです少年時代。あ<ー>で食うや食わずの人たちを散々見てきたわけだよね。うん、でそこで助けられたこともあったりとかして、えー、まあじゃ人として、えー、どうなんだっていうことを少年時代に徹底的に見てるこの人は。で渥美さんですけど嬉しいことになんと。はい この辺で生まれてます。らしいですね。<laughs> 下屋生まれです。うん、上の七丁目です。うん、だから俺たちがよくあの前のスタジオの時に打ち合わせしてたあ,<ー>あのプロントのそばで生まれてます。はいね、まあそうだと思うよ。<laughs> そう。そんで下屋の生まれですよ。で下屋は下屋神社、あそこは落語発祥の地じゃない。はい、落語大好きなの。うん、でこの二人とも落語が大好きで、ね、でこの落語好きがで、えー、まあそ揃ってるんで。 寅さんってものすごい落語なの。うん、そ,うそ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 う。だから、で、落語と講談の違いっていうのがあってさ、何ですか。講談っていうのは戦に行った連中の話だ。ほう。か、落語っていうのは戦から逃げた連中。あ、ほう。そう。い<う>けなかった人たちの話。確かにそうだ。だょそう。うん、つまり、ヤクザと言いつつも。 構想するわけでもなくフラフラしてるんですよ <laughs> も完全に落語ですね <laughs> で、えー奥野さんがねはい俺がえ前言ってたねトラさんみたいなものはこの間も打ち合わせの時言ってたんだけど、はい、こんなもん日本でしかないだろうって言ってたでしょ、うん、ところが奥野さんはい驚愕,驚愕の事実が <laughs> 山田洋次さんトラさん元ネタ、はいえー、これでしたどんなんとマルセイユ物語でした <laughs> あらえ、ぇインテリだねインーこれを寅さんに噛み砕いてそういうことですで、ここに出てくる人たちがなんだ江戸庶民見てじゃねえか日本人見てじゃねえかと思ってこれはこの役これはこの役これはこの役って言って当てはめてそれで脇を落語によく出てくる人たちで固めてんのが寅さんだからご隠居で出てくるでしょう。御前様御前様になるわけよで今与太郎みたいなガジロになるわけだよ元ちゃんになるわけだよっていうふうにして ささんははさんクマさんはなんで、ね、だから時々間違えて「クマさん」って呼ばれるじゃん寅さんに、ね、<laughs> あれは「ハッつんくさん」クマさんみたいな感じで「寅さん」ってあそっか。から落語で寅さんが落語でよく出てくる、うん、あの、完全に勘違いしてる人たちが何人も出てくるみたいなのあるじゃん,うん、うん、あれをまあ笑いのベ,ベースにしてやってるっていうのがまあその寅さんのスタイルっていうことですね。うん ですね。で、えー、やばいな、うんと。で、時間、やっぱ時間も間に合わないよね。まあいい。間に合わないよね。<笑><笑>えー、一番言いたかったのがね、はい、あのね、江、え、戸、ーえー、庶民の話を書いてるとか、はいえー、その尊い労働者を書いてるとか、普通の人たちのことを書いてるとか言ってるんだけど、うん、トラさんって、その周辺にいる人でしょ。うん、で、真ん中にいる、その、この、 えー、柴又村っていうところここにいる仇の国の人たちっていうのがいてでその仇の口の人たちの中に入れないアウトサイダーっていう連中いるわけですよ、うん、でこのアウトサイダーが外から入ってきちゃ出ていくっていう,うん、うん、ことをやるんでこの人守護天使なわけですね大釈、うん、天って何か知ってますかなんなんですか大釈天もともとインドの神様のインドラです、うん で、めっちゃ強いんですけど、うん、これが仏教に合流して、天部ってやつになるんですが。うん、仏様を守る、その仏守る部隊の一員なんです。うん、<ー>増長点とか、とか、項目点とか、のうちの一つの帝釈天っていうのが、あ、るわけです。つまり、仏の。 守護者なんですよ十二天の一つだ,、ね、だからすぐに最初に御前様に会いに行くわけですよなるほどね大借点で産いを使うわけですよだからこれ何やってるかっていうと虎さんシリーズって基本的に仏教なん<ー>仏教思想ですねうん、うん、そして虎さんは菩薩です<ー>煩悩を抱えて修行しながら己の欲望を抱えながらその主情を助けるために ずっとその旅を続けている、えーまあ、地蔵菩薩に近いんじゃないかなっていうふうに僕は思うわけですね。つまりでそのアウトサイダーの中にこれ有名なやつですけどクリエイティブって何かものクリエイターっていうのは。 仇じゃできねえんだよと、うん、真ん中じゃ、うん、クリエイターになった時点詩人もそうだよ漫画家もそうだよ、うん、この中に入れねえんだよ俺たちはよ入ってないで、うん、もうこの外にいるしかないんだよだから風邸になるか貴族になるしかどっちかしかない王様になるかしかない王様はブッダでしょブッダだったんでブッダは王様だったわけだ王子だったわけだ山だ王子だよこの人東大法学部だよなるほど超インテリだよでもうそのいいとこの人なんだよだ この視点っていうものもやっぱりこの村の中にはいられない人だから外にいてこれが厚美さんと合流して作り出したキャラクター守護天使寅さんっていうのが時々帰ってきてはみんなを救って出ていくということを繰り返していくっていうのがこの寅さん構造なんですよ。そそれががちょっっと俺が言いたかったかの一番で,かいところでねこれによってね、まあ、みんな救われるんだよ。 あのずっとパンと労働のみの暮らしなんだよ分かりやすいでしょ毎日団子作ってんだからあの狭い世界でそれで近所の話しかしないわけだよ。でそこに あの外のの外世界の情報を持っっててさん帰ってくるわけだよ、うん、つまりあの人たちは非日常を体験することができるのト寅さんのおかげでそうすると固まってた毎日をかき回してくれることによって人生がもう一度こう生き返っていくわけだよ、うん、同じことをやってるロボットじゃなくなるわけであともう一つ寅さんが持ってくるのは喜怒哀楽なんだよ。うん、で、うん、喜怒哀楽が一番感じられるものって何じゃ何じゃいっつったら恋ですよ、うん、そうなんです 恋を持ってくるわけですよねそこがまたそのたまらない恋愛という蜜をね持って帰ってくるんですよ、うん、トラさんっていう、ね、で1話目でこの中の人たちはもうみんなそのそのなんていうんだろう上がっちゃってるって言えばいいのかな。うんうん、で蜜を生まれるってところからもう安定しちゃってるもんね、うん、そこにその事件とか恋をね持ってくるのはもうラだしラの間が見つけてくる人々になっていくっていう、うん、なんかその。 はぁ、あうん、でね、つまり盆と正月に公開された意味が非常にあるから<ー>すごいよそれは本当にそうですよ盆と正月、<ー>守護天使がやってくんだよ<ー>大好きなものをみんな持ってきて <laughs> みんなをかき回して、楽しませてまた去っていくという、うん、誰が一番悲しいの虎だよね <laughs> いや、そういうことそうなんですで、この外、アウトサイダーたちの悲しみみたいなものが まあその、ありますよねって言ってまあ、その終わる前にですね無料部分が終わる前に話しますけどあのー、実はですね、えー、山田洋次さんが出てくるあのちょっと前の世代に黒澤さんと小津さんっていう時代がありましたよね。でその前なんだ。で、はい、皆さん、この方ご存知ですかどんあ出ました。でこの方ですねこの方ですねこの方。 はい。はい右にいる方はね。さんでしょんでですね。ここにその龍紀秀ってすげえ若い頃から老け役がうまかったうん、うん、でなんかまだ若いのにおじいちゃんだったっていうさ人ででまあなん黒沢と並ぶ傑作を作ってたのが小津さんなんだけど小、うん、津映画でもまあ庶民の暮らし美しき庶民の暮らしを描いてはいるんだけど、うん、寅さんがいないんですよね。 トラはいないんでね。ここには。そう。うん、で、まあ、非常にその辺のところを、まあ、その複雑に見てたんじゃないかなって僕は思うんですよ。おー。その。で、面白いなと思ったのが、このオズ津康二代の影響をすごく受けてるよね。トラさんって。例えば、カメラバークにしよう。うん、あの、超ロングショットで撮る、撮り方とか。 忘れな草のトラとリリーが港に佇んでるロングショットとか最高じゃん。うん、あれとか、ものすごいいっぽいしさ。それからあと茶の間の、えー、視点で見せるっていうやり方グッ、あのー、とカメラを引くっていう、うん、で何ていうかな、ね、こういうカメラで、ね、アングルで切り取るっていうやつも。 あすっっごくオズっぽいだから寅さん見てるとちょっとオズ映画の片りすごく感じるんでまあ意識してたんだろうなと思うんだけど、うん、でオズさんが作その描いてた本物の庶民の美しい暮らしっていうものっていうのはあの頃はそのまんま出せたんだよ。はい、でそれを見た我らがビム・ベンダースが。ビム・ベンダースがビム・ベンダースパリ・テクサスのあの方です。ベルリン天使の歌のビム・ベンダースねドイツ人ですよ。はい、あの人が 東京にはこんな美しい家族がいるのかと思ったわけですよこれでその東京にある世界っていうものを探しにベンタスがやってきて<う>東京を撮った映画があるんです<ー>、うん、これがこの「東京画」ってやつです、うん、であ<れ>小津さんがさんそう「御前さん」も出てますねで小津さんが今は亡きその小津安二郎の っった場所に行って、同じ位置にカメラ置いて撮ってみてその時にあったものを再現しようっつってベンダースが頑張るっていうそれがこの「東京画」っていう映画なんですがへ<ー>ところがこれ撮りに来た時期にはもうもはやあの頃の東京がなくなっていたと<ー>いう話があってベンダースが求めた東京みたいなで、そのベンダースが求めてお塚く描いた東京みたいなものをその寅さんでも 描いているよね。あの真ん中に。<ー>だけど、これ面白いことに、その、ベンダースって、これ撮ってるじゃん。ベルリン、ねはい、ベルリン天使の歌っていうのは、人々の暮らしの中に入れないで、うん、外から見ている天使ブルーノガンツが出てくるわけですよ。うん、こういう感じで、外から見てるわけですよ。で、えー、みんなが楽しくやってる。で、その、例えば悩んでる人がいたら、横に来て、 手をこう添えたりとかするわけだよ天使がそういう風うに天使の存在を描いている外から中の庶民を描いているっていうのをかとったのがベンダースなんだけど今回のおかえりとらさん、うん、この映像の後にこれ見てください <laughs> これの後にこれ見てくださいうんもうもはや完全にベルリー天使になってる寅さんが <laughs> それが三つ雄の横に寄り添って、ね

小ずさんも撮っと、小ずは正面から撮り。うん、で、で、その寅さんの視点で。あ、アウトサイドから。柴又の美しい暮らしを撮ったのが山田洋次。うん、で、それをドイツ人がやって、同じようにみ、見てやってたっていう。この流れが。ありまして。なかなかこの辺。やばい、やばいなぁと。まあ、ちょっと思ったわけですよね。時間ないですね。あと二分ですね。で。なるほど、ね。はい。 まあじゃあちょっとじゃあこの後後半でもうちょっと深い話とあと、はいえー、忘れな草からつながるリリーさん部作の本物のやばさと、うん、アウトサイダーの救いとまあその辺りの話とかもちょっとしたいですね。うん、あはいはい、はい、っていうことですね。まい参ったな。うん。まいった。ね。<laughs> ね、リリー三部作後の後半ね、うん、あのちょっとレリーと、ねね、深掘りしようかなと思ってるんですけども、うん、あの今までいろんなラブストーリーあるじゃないですかこの世界には。ありますよこのねまさかこの「男はつらいよの」の、うん、このリリー三部作がなんか何 <laughs> て言うのかな <laughs> そのあらゆるラブストーリーの中で俺の中のねかなりもう。 持っっってててちゃそれかるんだよね俺本当に何言たのローマの休日エターナルサンシャインダーだとかタイタニックだとかいやリリーとトラじゃないかってそう何がネイソンとヨーコだよとそのカぼニードとライドだもちろんそっちもいいんだけどなんでトラさんのことをちゃんとバタくい恋愛をさ見てあげなかったんだろうな何を見てたのかなと思ってトラとリリーってもうね いやー、ねー、ちょっと。どうしようね、みんなね。これはね、ちょっと。<laughs> まあ、まあ、あまりね、あの、感傷的になるのもあれだけど。あの、これ、虎さんっていうのは、もうちょっと、あの。<laughs> あのレイさんの言ってたさっきのねあの外側からやってきてあの亀頭開露もたらしてま丸人だったというね。まれも織口信信の言うまれ人ってそのまんまの構造だし。でまああの絶対にくっつかないと恋はススレどっていう。そしてもうそれは恋でもないみたいなね。そこのまあこのパターンはもうまさしく屈修像の息の構造そのまんまだったし。なんかもうで妹の力これ柳田邦夫ですよ。妹の力中圧でねこの日本古来のこの妹というその妹 まあ、女性というものの一つの象徴としてねに込めたその霊力みたいなものがあるんですけどもこのだからこのね何十こんな百うん1 0 0分ぐらいのね、うん、作品にそんななんか日本の日本たる何かっていう美学とかそのなんかもう血液を超えた何かみたいなさ、うん、ものがもう全部詰まってるのが寅さんでその話をちょっと後半も,もっと深掘りしていきたいなと。そ,ね、そしておなじみシミちゃんの感想がね、はい 待ってますからね、今日は。<laughs> はい。と <laughs> いうことでね、<laughs> 来週のヤンさんは、まあちょっと映画映画でいきますけど、今度はですね、えー、ガラッと変わりまして、今ちょっと話題沸騰中の音楽というね、作品を、えー、特集したいなと思っております。アミネーションですね。はい。はい、あのー、岩井沢賢治監督でしょ。っけ。賢監督がなんとヤンさんファミリーで,で<い>来てくれると言うんですよ。そうですよ。 で、なんかよく分かんないけどねギャラクシーでともうなんか音楽で参加して主題歌が志麻ちゃんで演奏してるのはリンダン・ド・マーそう絶対やるしかないやんじゃんんねということでその音楽を特集したいなとこんな贅沢なね解説はないと思いますんで監督に来ていただきましてはいという感じであとえっとですね「きくみん」と。 えー、森澤先生と僕がやるイベントの、えー、キクミンがですねもういよいよ、えー、2月の16日なんですけど再来週だーそうですね再来週ですね、うん、まあチケットあるんでぜひぜひよろしくお願いしますお願いしますさらにその16日はキクミンで<あ>これつくばんなんですけど、うん、その前の日は銀座で 2>,、うんえー、2月15日 <laughs> レイトショー今年最初のレイトショー、えー、なんとあのドカメント「スラムダンク。を、う「ん」と。 合体って合体ってことでね。これもちょっと豪華すぎる。北川の後に俺森作にあうんだ。そう。マッチョからマッチョ。何？マッチョタとマッチョが。男の肉体嫌いなの？マッチョウィーク。また質の違うマッチョが。どのマッチョが好きですかみたいな。お好きなマッチョに来てください。あのスラムダンクもそうですけどドカベンはねあんまり読んだことないなっていう人はいると思うんですけどなんと今しみちゃんが。 ちょっとトライしてました。ドカベン。めちゃくちゃハマってるんですよ。最高ですね。今読んでこそですよ。本当に。ちょっとトラさん的な部分はあるよね。こんなに面白かったのみたいのがドカベンなんで。ちなみに五巻ぐらいまで、あの野球はやりません。そういう。もうむちゃくな話ですから。まあ、ちょっとあのレイさんとしょうさんの、あの青春というかね。 マカロニほうれん草に続くあのチャンピオン黄金時代のさあ、えー、どっちが先に泣くんでしょうかねリサブダンクを <laughs>、うんえー、ぜひ会場で見に来ていただければと思っております、うんえー、この日は5時からになりますんでね、えー、まあ絶賛発売中でございます、はい、それでは後半行きましょう、はい、アストロフェスターブイグカタギの中であの遊び人をやってるんだけどものすごく属性の中にいるわけだようん、うん、でそこには行き場ないわけだよ 楽しさはあるよ。でもねその、えー、スーさんっていうのはね寅さん出てくるあのパパさんなんだよ。権力者なんだよ。で権力者の辛さみたいなものを描いてきたわけだよ。権力者の孤独も描